ジョーン・オブ・イングランドは、スコットランド王デイビッド2世の最初の王妃。イングランド王エドワード2世と、王妃イザベラ・オブ・フランスの末娘。ロンドン島で生まれたことから、ジョーン・オブ・ザ・タワーと呼ばれる。1328年7月17日、ベリックで7歳の時に当時4歳のデイビッドと結婚し、翌百二十九年に、デイビッドが父ロバート一世の病没に伴い、 即位したため、王妃となった。1332年に、ジョーンの兄エドワード三世の支援を受けて、エドワードベイヤルが、スコットランド王として退官し、翌1334年には、エドワード三世自身がスコットランドへ進行した。そのため、デービッド二世はジョーンを連れて、フランスへ逃れた。フランスでは、低調な扱いを受け、デービッド二世は、 フランスの支援を受けつつ、勢力を挽回し、1341年に帰国して、国内を閉廷した。1346年にはイングランドへ侵攻したが、ネビルズ・クロスの戦いに敗れて、捕虜となった。以後11年間、デイビッド二世は、ジョーンと離れて、イングランドで、旅衆生活を送った。ジョーンは1362年に死去したが、デイビッド二世との間に子はなかった。 デエビッド2世は1364年にマーガレット・ドラモンドと再婚したが2度目の結婚でも怖えられず、スコットランド王位は、王イロバート2世が継承した。ありがとうございます。